植本総司は、広島県福山市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カーアップ所属。実刑は、元阪神タイガースの植本博則。兄である博則の影響を受け、小学校1年の時から、松永ソフトボールクラブにてソフトボールを始める。福山市立大成館中学校時代は、地域の軟式野球クラブ、松永ヤンキースに所属し、 三年時に、西日本大会準優勝。一年秋から遊劇手、二年秋から保守で、大田康史示すとバッテリーを組んでいた。高領高等学校では一年秋からレギュラー。遊劇手で二年春、夏、三年夏の三度甲子園に出場し二年時に一、学年上の野村祐介、小林誠治、羽生昌平らと共に選抜ではベスト8。 全国選手権の決勝で佐賀北高校に8回、添島の逆転満塁ホームランが飛び出して破れ、準優勝。くしくも上本の誕生日のことであった。2番に座り、春は3試合10打数3安打。304盗塁、夏は6試合26打数8安打。308、6盗塁。3年夏は1番で起用され、6試合、打率。 565投類4と、県大会優勝に貢献し、同学年の中田連打と共に出場した、甲子園では1回戦高知高校戦で4安打に、打点、2回戦の横浜高校戦でも2安打に打点と、貢献するが敗退。初回に、土屋健二から、左声ソロ本塁打を放ち、兄、広則と合わせて、史上初となる兄弟揃っての甲子園。 先頭打者本塁打を記録している。巨人、中日、広島など、プロ7球団から注目されたが、死亡届は提出せず、兄、広則と同じ大学で比較されるのが嫌なのと、先輩、野村祐介がいるという理由で、明治大学進学を選択した。2011年11月27日、明治神宮野球場にて、 明治大学では守備力を評価され、遊撃手だった荒木育也のポジションを奪い、1年春から全試合にスタメン出場。2年春から3年秋までは二類手、4年春からは再び遊撃手となる。打撃面では3年春まで低迷し、打率も3割を超えることがなかったが、選球眼がよく死球を呼び込み、出塁率は2年春は、400、3年春は、 315だった。2年春、早稲田大戦で、大石達也の時速148キロメートルの直球を捉え、初本塁打となる左越えにランを放つ。3年生になって1番、2番に打順を上げ、秋に13安打を放ち、打率、283、12四死球で、出塁率、431と好結果を残し、放題3回戦で、猛打賞を記録。 勝ち点5での完全優勝に貢献した。第42回明治神宮野球大会でも、愛知学院大学との決勝戦で三塁打を放つなど、野村雄介、島内博明と優勝に貢献した。4年生になると遊撃手のレギュラーとして活躍。主に一番を打ち、春は227、出塁率346、秋はバットを短く持つスタイルに変え、 打率を上げ、打率、245出塁率、323。東京六大学野球連盟リーグ通算98試合、打率、205、292打数60安打、7二塁打、日本塁打、24打点、20盗塁、56四死球、33儀打を記録した。2012年10月25日に行われた。 ドラフト会議で広島東洋カープから3位指名を受け、契約金、推定7000万円、年俸推定1000万円で契約し、入団。2013年には5月7日の横浜 DNA ベイスターズ戦での代打で一軍デビューを果たした。9月18日に同球場で開かれた阪神戦では、7回表から総氏が遊撃の守備につくと、兄、 ヒロノリもその裏の守備から二類種として登場。いずれも守備固めとしての起用ながら野球人生で初めて同じ試合に兄弟揃って出場した。シーズンを通して一軍公式戦30試合に出場、あんだこそ二本に終わったもののスタメン起用の機会があったほかに打点を記録した。2014年は ダイソーや守備固めとしての起用を中心に18試合に出場したが、2015年は1軍での試合出場がなかった。2016年はダイソー及び守備固めの起用で7試合に出場にとどまった。2018年は打席に立つ機会こそ少なかったものの、シーズンを通して1軍に帯同、ダイソー守備固め中心で59試合に出場した。2020年より、 右打ちに専念することとなった。同年8月28日にはプロ8年目にして、初のサヨナラ打を放ち、2020年シーズンのカープ、唯一のサヨナラ勝ちの立役者となった。50メートル走5.9秒の瞬足で、右打席での一塁到達は4.2秒台。遠投100メートルの強剣と、華麗なフットワークで、高い守備力を誇る。反面、 過敢に難しい頃に飛びつくあまり、補給に荒いこともあり、失策も多い。2014年シーズン終了後の日南周期キャンプから、小形光一監督の助言を受けて、左打ちにも取り組み、2015年より正式に、スイッチヒッターに転校した。しかし、転校後2年間は一軍で打席に立つ機会がなく、2017年以降は、左打席に立つこともあったが結果を残せず、 打撃の向上には至らなかったため、2019年シーズン、途中で断念し、右打席に専念することになった。2020年に正式に、選手登録を両、内から右打ちに変更した。そのスカート部長からは、肩と足そして、スローイングの良さを評価されるが、一方で打撃が課題と評されている。仮契約交渉時に印鑑を忘れ、東京都武蔵野市のホテルから、 調布市の自宅へ取りに戻ったことがある。試合の際は一打席目は緊張すると語っている。また、春季キャンプ時に一軍の練習に初めて合流した際にも緊張で疲れたとコメントした。明るい性格でムードメーカー役を買って出ることが多く、2014年から松田スタジアムでのヒーローインタビューで名物となっているチームメイトから水をかけられたり、水から水をかぶったりする、 下りの先駆者である。また、広島主催試合で会場したにもかかわらず中止となった時のパフォーマンスもお約束となっている。夫人は、広島県を拠点に、サッカー J リーグサンフレッチェ広島の広報として、サンフレッチェレディスを務めるなど、ローカルタレントとして活動していた中原恵美。結婚後はしばらく主婦業に専念していたが、2016年10月2日、放送の 広島女子、一人旅足の参考船で活動を再開した。ありがとうございます。